はい、皆さんこんにちは、アシスです。というわけでね、 FF9 の続きやっていきましょう。おー、戻ってよかったね。新しい手紙が届いてる。ボロボロの手紙が届いたクポ、送り主はスティールツキン。なんだか怖いので一緒に読んでほしいクポ。あ、生きてたんだ。スティールツキンからモンディへの手紙。俺はもうダメかもしれない。え、どうしたのクポ。一体スティールツキンに何が起こったのクポ。何がダメなのクポ。マジか。いやでも手紙が書けるってことは、はい、じゃあ降りましょう。時短、私召喚魔法をみんなのために使いたい。ああ、ダガーならきっとできるさ。ジタン。あ、あれ？あれ？え、なに？上？あれはレッドローズ？攻め入っているのか？戦争が始まってしまっているというのか。うわ、クロマー同士兵団。クオリティやべえな。あの光はテレポット。城内に直接クロマ同士たちを送り込んでるんだ。クレイラはその後召喚魔法でとどめを刺された。確かにね。そんな、お母様、お母様だが、そして転ぶ。何あれ？うおお！吸い込まれていく？これオープニングムービーのところだよね。静かだな。なんてひどいことを。お母様、リンドブルムにまで手を出すなんて。気を抜くなよ。奴らはまだいるかもしれないからな。ビビ、お前はこの辺りに隠れてろ。え？怖いよ。僕そんなの嫌だよ。アレクサンドリア兵がここにいるんだ。クロマ同士のお前がうろちょろしちゃまずいだろ。確かにね。そんなにビビるなよ。すぐ戻ってくるさ。ビビだけにさ。ごめん、待っててね、ビビ。うん、わかった。本当にすぐ戻ってきてよ。ジタン、親父ギャグ挟んでくんな。
幼女。パパママ、どこ行っちゃったの？私を一人にしないで。うわぁ、戦争孤児。シド太鼓は負けたのです。現実を受け止めたらどうですか？クロマ同士へ通りてんじゃん。こいつが生きてるだって？ああ、今はブラネンに操られているだけさ。クロマ同士だって俺たち同じように生きてるんだ。口から出まかせを言うな。人の格好をしているが、そんなの見た目だけだ。あの人を人と思わねえ破壊の仕方、まるで俺たちを建物の一部としか見えてねえような。こいつらこそ俺たちのことを生きてるなんて思ってねえんだ。ひどいなあ。あなた、我々に逆らう気ですか？めっそうもない。マジか。念願のリンドムルム旅行だってのにいきなり戦争だなんてきついぜ。外はとんがり帽子いっぱいだし、俺はどうしりゃいいんだよな。宿代返せ、ディラン。さっきね、テント使ったばっかりなので泊まる必要はないでしょう。あ、セーブだ。ルビーから辞退の手紙。あー、ほんまに、役者おらへんの？リンドブルムにおったよね、スター気取りのキザーのやつ。名前なんて言ったっけ？もうあいつでもかまへんから、この流行らん小劇場をなんとかして。あいつってもしかしてロエル？ロエルなら確かにキザダクポ。おお、空飛ぶ女モーグリのセリノからの手紙クポ。珍しい手紙を届けてくれてありがとうクポ。セリノからモードへの手紙。レッドローズという飛行艇に初めて乗ったのクポ。でも恐ろしい光景を見てしまったのクポ。召喚獣オーディンの力はすごいのクポ。クレーラの体重をコッパみじんにしたクポ。あとには何も残ってないのクポ。ブラレのレッドローズがクレイラを壊したのクポ。ブラネは怖いクポ。はい、じゃあね、一旦街の中を探索してきますね。一応アイテムとかが新たに追加されてるかもしれないので、まあ各所は一応一通り見て回りたいなとは思っています。工場区は完全に壊滅、商業区劇場街もひどい状況です。オルベルタ様、ガーネット姫、ジダン殿、よくぞご無事で。シドおじ様は？ご安心くだされ、城は攻撃を免れたのです。最高殿下は怪我一つしておられませんぞ。よかった。
さあ殿下のもとへご案内いたしましょう。あ、もうちょっと探索したかったですね。一応アイテムとしてはエーテル、フェニハネ、リンドブルムのカードかな。おお、取りましたね。おお、ガーネット姫、無事であったか。ブラネに捕まったかと心配してたぶり、ジタンたちが助けてくれました。礼を言うぶり、ジタン。でも私たちを城から逃がすためにフライヤーさん、スタイナーさんとベアトリクスが城に残ることになってしまって、私、ほう、音に聞こえたあのベアトリクスが、あの者が一緒ならばきっとみんな無事だろう、ブリ。俺もそう思うぜ。だが城をちょっと離れるだけのつもりがピナックルロックスまで出てきちまったけど、あいつらに限って滅多なことではやられないって。ピナックル、おお、ガルガントか。ああ、詳しいな。こう見えても一国を預かる立場、周辺の情報収集は怠っておらんぶりよ。ああ、だがいかに情報を集めようとも、それを使う者が愚かではどうしようもないぶり。事前の調べでブラネ女王が召喚獣の力を手に入れようとしていたことは分かっていたぶりよ。しかしわしは召喚獣の力を侮っておったぶり、あれほど凄まじいものとは思いもよらなかったぶり。わしがこのような姿なのは道理というものかもしれんぶり。でも降伏したのは正しかったと思うぜ。抵抗した挙句クレイラは消えちまったしな。私は何と言えばこれから何をすれば。ビビちゃん、ビビちゃんじゃないの。なんだ、他のやつより小さいな。痛いよ、離してよ、僕は違うんだって。えい、黙らんか。どこから見ても黒魔道士ではないか。まさか。あ、このこけ具合、ビビちゃんですね。住民に暴行を受けていた黒魔道士兵を保護しました。違うのに。どうしましょう、アレクサンドリアに引き渡しますか。指導士様、下がってよい。ビビ殿は黒魔道士兵ではない。黒魔道士の格好をしているが、それは敵を欺くため味方である。お、いい子で言うね。そう、そうでありましたか。これは大変失礼しました。変装ですよね。ブラネ女王に関する情報は召喚獣だけではないぶり。この一連の戦争の裏にクジャと名乗る謎の武器商人が絡んでるぶり。クジャは高度な魔法技術を用いた装置や兵器をブラネに供給しているぶり。お母様に。黒魔導士兵もその一つぶり。トレノでクジャを見かけたという者の話によれば、クジャは北の空より銀色の竜に乗って現れるそうです。ってことはブルメシアで見たあいつが。北の空ということからクジャの根城は外側の大陸。世界にはまだ未開の大陸がいくつもあるんだ。あれ、なんかハンターハンターみたいになってね。外側の大陸ってのはこの霧の大陸の北にある未知の大陸のことさ。外側の大陸に魔法を操る種族がいるかはわからんが、ブラネに武器を供給しているのはクジャ一人のようぶり。私が城で見た人物も多分そのクジャと名乗る者、その人がお母様をたぶらかしているのかもしれません。じゃあクジャを倒しまえば。そう、二人とも理解が早いぶり。クジャを倒せば武器が供給されなくなり、ブラネの力は弱まる。その時が反撃の好機ぶり。今正面からブラネに挑んでもまた多くの命を失うだけ、勝ち目はありません。諸悪の根源を潰すってことか。そうです、たとえブラネを倒せたとしても、いずれクジャは新しい取引相手を見つけるでしょう。母が犯した罪は重い。でもその陰でクジャが動いていたのなら、私はクジャを許せない。でも今はスタイナーたちを助けなければ。いかんせん、わしはこの通り動きが取れん。民を守るため
兵を割くわけにはいかんぶり。なあだが、さっきも言ったろ、あいつらなら大丈夫だって。ブルメシアの竜騎士とアレクサンドリアの女将軍とあのおっさんが一緒なんだ。向かうところ敵なしさ。それにだが一人じゃない、俺もついてるぜ。私、クジャを探します。僕も行ってみたい。この大陸にはもういられないから。よし、これで決まりだ。クジャの根性を叩き直してやろうぜ。リンドブルムで一番速い飛空艇を用意してくれないか。残念だが、飛空艇の動力となる霧はこの霧の大陸にしか存在しないぶり。そんな時のためのだから、飛空艇で空を越えることはできないぶりよ。じゃあ霧なしで飛べるっていう新型飛空艇はどうなんだ。まだできてないのか。まだぶり。それにできてたとしてもブラネに、ああそうか、取り押さえられていて手が出せんぶり。降伏時に出された条件は2つあったぶり。一つは新型飛空艇の接収、もう一つは天竜の爪の引き渡しぶり。新型飛空艇はわかるにしても、なんだってあんな石ころを欲しがったんだ。それはわしにもさっぱりぶり。仕方ないな、船で我慢しよう。それも無理ぶり。港を抑えられて船が出せないぶり。たあ、なんなんだ、まさか泳いでいけってんじゃ。いや、もう一つ手段があるぶり。おお、空がダメ、海がダメ、陸が繋がってないとなれば、この城の北にある沼、かつての採掘場があるぶり。クイなんだろ。その採掘場近辺にはこの大陸にしか生息しないはずのモンスターが現れるぶりよ。モンスターに乗って海を渡る。採掘中に見つかった大きな洞窟を突き進むと海をくぐって別の大陸に出るという噂もあるぶり。俺は海底かと思ったけど、その穴が外側の大陸に。雲をつかむような話だが、本当にそこから行けるのか。確証はないぶり。行ってみなきゃわからねえってことか。まあいい、わからねえ方が楽しみが増えるな。ガーネット姫を頼んだぞ。我々も反撃の準備をしておくぶり。これっぽっちしか渡せんが、これで支度を整えてきてぶり。これっぽっちすぎるな。3000。僕は待ってるよ。時短、僕の分も支度してきて。ああ、その方がいいな。そうだね、ビビちゃんは町に出られないからね。さーて、3000もらったし、いいか、リンドブルムはもうアレクサンドリア領なんだ。しばらくは戻ってこれなくなる。だからしっかり支度してこいよ。終わったらまた俺に声をかけてくれ。一十百千万十万40万持ってる人に3000か、はした金だな。じゃあね、まず武器屋さんとかに行ってみましょう。おお、格安で売ってるよ。ダガーは持ってる。パルチザンでも持ってたよね。まあ1個くらい買っとくか。お金はあるしな。星屑ゾロとか買っとこう。星屑がとりあえず新しいね。おお、リフレクレビゼと気力も上がる。じゃあね、ブライン覚えたら変えていきましょう。そろそろこの剣も替え時だと思ってたのよね。でもどれも高いのよ。もっと安くならないかしら。はい、じゃあ次のお店に行きましょう。はい、とアイテムですね。ポーションは、まあ、ハイポで攻めるっていうのもあるかもしれないですけど、まあ一応ね、たくさん買っておきましょう。エニオはいっぱいありますね。この辺もいっぱいあるな。
うん、問題ないでしょう。よし、合成屋ですね。持ってる。おー、これ持ってないんじゃないの？エクスプローダー。エクスプローダー。エクスプローダー。エクスプローダーはジタンの武器だな。ちょうどいいな。ジタン全部覚えてるからな、もう。バレッタ？バレッタもないね。お、パワーベルト、パワーベルトもない。バレッタ、パワーベルト、エクスプローダー。おー、なんかいろんなの覚えんな。そうだよね、オーガニクス覚えてるんで、エクスプローダーにしましょう。あー、バレッタ、ケアルラ覚える。めっちゃ欲しい。けど今はラム覚えてるからな。ラム終わったらバレッタも装備しないと。パワーベルトはカウンターファイラか。ビビちゃんかな。でもファイラ覚えてるんだよな。でもカウンターはいいね。カウンターを覚えさせたいな。でもな、ヘイ、いつでもヘイストのが重要なんで、うん、まあこの辺は後で覚えていきましょう。カウンターはね、結構多分重要だと思うので、一応パワーベルトを3つ作っときました。素材自体はかなりここで変えて余っていたので、ちょっとね、多めに作っておきましたね。よし、行きましょう。おー、アクティブタイムイベントだ。3つ目の宝珠。艦隊の補給作業を開始しました。随分と時間がかかりましたね。はい、リンドブルム兵が素直に命令に従わないために、ブラネ様がご機嫌を損ねる前に補給を済ませなければなりません。港へ降りて全員で補給作業を支援します。天竜の爪が手に入った今、ここに長居することは無意味です。何かよからぬことが起こるだろう。悪い顔してたぞ。はい、劇場外ですね。ママ、どうしたのかしら。泣き虫さんになっちゃったわ。ジョークがね、壊滅してなくなっちゃったみたいですね。ロエル様、劇場がなくなっちゃう。ビッグスターの僕もお手上げさ。あ、ねえ君、どこかいい劇場知らない？知ってるよ。ルビーってやつがやってる小劇場があるぜ。それは本当かい君。アレクサンドリアのような田舎町には僕はビッグすぎるだろうけど仕方ないね。恵まれないアレクサンドリアの人たちに僕のホットな愛を分けてあげるとするよ。ルビーよかったな。キャー待って。ルビーとロエルか、えらいコンビができそうだ。うん、じゃあアジトにも寄っていきましょう。キャー、ワオ。ほら、ただいま。もうとんがり帽子の人たちかと思ったじゃない。バクーのおじちゃんはまだ帰ってこないの？おじちゃんがいれば全然怖くないのに。
なんだ、ジダンか、ちびれそうになったじゃんか。タンタラスのアジトは、俺たちがちゃんと守ってたよ。アジトのことは、俺たちに任せて、あいつらをやっつけてきちゃったよ。おーん、宝箱が3つと。小銭稼ぎ。劇場にも行ってみましょうか。おーっと、あぶねえあぶねえ、ないのか。じゃあ戻りましょうか。はいと、じゃあ準備 OK です。よし、こっちだ。殿下が最下層で待っている。おー、 ブラネ艦隊機構、戦利品とするにしては随分安い食い物から積み込むな。本気で全部アレクサンドリアに持ち帰るつもりなんだろうか。あるいは長い航海をするためかもな。そこ、無駄口を叩かない。早く戦争に積み込みなさい。くそ、偉そうにしやがって。睨まれない程度に時間を稼ごう。あれを止めるのにもう少しかかるだろうからな。なあ、今やアレクサンドリアは大陸の支配者だ。航海の準備をしたって攻める相手なんかいないだろう。奴ら一体何するつもりなんだ。わからんよ。ゴウツクバリのブラネのことだ。まだまだ欲しいものがあるのかもな。ああ、外側の大陸？次の遠征は一体どこを相手に。向こうに我々の脅威となる国があるとは聞いていませんが、きっとブラネ様に何かお考えがあってのことでしょう。私たちはそのような心配をする必要はありません。さ、そんなことよりもあなたもこちらに来てください。リンドブルム兵数名が客室に立てこもっているのです。盾の色が若干違うね。おお、そしてジタン、ほら来いよ。ビビちゃんの装備も新しくしたいけど、特にね、なんかあったかな。一体ブラネは何をするつもりなんだろう。ジタン、私たち外側の大陸に行かなければならないのかしら。突然どうしたんだよ。さっきまで行く気だったじゃないか。もしもよ、海を渡って見たこともない大陸でジタンたちにもしものことがあったら、私一人じゃ助けられないかもしれない。俺のことを心配してるのか。そうじゃなくて、ほら、お姫様の優秀な護衛がいなくなったら困るじゃない。絶対困るわ。そういう時はなんて言うんだ。ありがたきお言葉であります、姫様。ってか、かわいい。もうってやってる。ごめんごめん。大丈夫だよ、そんなヘマはしない。だがこそいいのかい。何があるかわからない場所なんだぜ。覚悟はできてるわ。もうこれ以上、お母様に罪を犯してほしくないの。わかった。じゃあ俺から離れるな。ダガーも、ビビも、俺が守ってやる。はい。プロポーズですね、これはね。はい。おー、そして治療のもんですか。おー、ビビちゃんだ。あー、ジダン、よかった、来てくれて。ビビ、おじさまたちは？それが、ちょっと待ってるブリって言って、どっか行っちゃったんだ。何やってんだ。あ、動かないぞ。ひゃっほー、うまくいったブリ。そこ危ねえじゃねえ、疲れんぞ。ここと水流の門の間でトロッコを止めてやったブリ。ほんと頭きたブリ。
わしの城で好き放題しよって。さ、今のうちに行くぶり。なるほど、こういう細工をしててくれたのか。あの採掘場は入り組んでいて迷いやすいから気をつけるぶりよ。それとこれを持っていくぶり。お前また3000ギルとかじゃねえだろうな。なんだいこのボロ切れ。ボロ切れ、相変わらず失礼なやつぶり。ただのボロ切れじゃないぶりよ。それはリンドブルムの国宝、全世界が記されていると伝えられている古代地図。これで外側の大陸も大丈夫と。そうか、そりゃ使えそうだな。舞台が新大陸になりそうですね。さあ、もたもたしているとやつらに気づかれるぶりよ。おお、テンション上がる。ジタンビビー、ガーネット姫のことを頼んだぶり。うん、おじさま、わしのことは心配するな。この体は見た目より丈夫ぶり。知ってるよ、ゴキブリっていうのはね、最も丈夫なんだよ。さあさあ、早く行くぶりよ。見つかったらブリムシの油をたっぷり、いらなくね、絞り取られるぶり。行こうか。だがエディ、あったまきたぶり。まったく、太鼓がブリムシなら兵士は無能揃いときましたが、なぜ荷物運びにあれほど時間がかかるのか。ん？そこの二人、休めとは言ってませんよ。奴らの不甲斐なさに調子が狂うのもわかりますが、すぐに次の作戦が始まるのです。突然あの機械が止まって、それからトロッコが来ないんです。ねえ、こう、ブリブリっと。出港する前に城下町に買い物に行こうと思ったのに。見張りから何か連絡は？いいえ、何も。ひど対抗の仕業ですか。我々に何か隠しているようですね。こっちです。お前たちも来なさい。対抗を探し出すんです。やべえ、油絞り取られっぞ。ブリムシの油。じゃあ、クゾクの沼かな。あ、待てよ、このおじさん、道具を売ってくれるんだよね。それなら、まっすぐ北のひょうたん形の沼がある。そこには、あそこは、変なのが出るからな。どうだい、なんか買ってくだい。知ってるよ、クゾクだろ、クゾク。そうだね、カエル取りたいね。っていうか、カエル取っても意味ねえわ。クイナさん、今いねえんだ。オドマンベスト盗んだのにもう買えんのか。一応もう一個くらい買っとくか。ではモグネット、モンティに手紙を渡す。モードンからの手紙を届けてくれてありがとう、クポー。モードンからモンテへの手紙。大変クポー、お城にいたモックが行方不明、クポー。アレクサンドリア兵が連れ去ったのクポ、黒魔導士たちに食べられたのクポ、とっても心配クポ。どういうことなのクポ。お手紙来ない。ちょっと待って待って、ちょっとこの辺を一応一通り、これ乗っちゃうのかな。そうだね。探索し、おー、なんかある。バンダナ、あいだんな、バンダナは。よし、セーブと。はい、じゃあ今回はここまでにします。皆さんどうもご視聴ありがとうございました。